はい、中年オタッキーです。今日はね、予告通りですね、このカメラの紹介になってまいります。これね、コニカレコーダーって言いまして、ハーフサイズカメラなんですね。これもね、このカメラもね、和孝様からね、ご提供いただいたカメラになります。本当に助かってます。和孝様、ありがとうございます。なかなかね、実用的にはいいカメラなんだと思います。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、このコニカレコーダーなんですけども、発売がね、1984年ということでね、かなり新しい、ハーフサイズカメラ。これ多分最後じゃないかな、一番最後に発売されたハーフサイズカメラなんだと思います。一応 35mm のパトローネの直径に限りなく近づけることで世界で最も薄いカメラ実現、この当時ですけど世界で最も薄いカメラということです。で、ハーフサイズカメラでは多分これ唯一じゃないかな、オートフォーカス、のレンズを搭載しています。シャッタースピードがね、60から250までだから、フラッシュシンクロでも60分の1で切れてるみたいなんですね。で、クォーズデート機能がついておりますけども、これもちょっとね、調子が悪くなってきてるんですけども、クォーズデート機能がねついておるんですけども、2020年問題を、突破できていません。つまり、もうね、2020年になった途端にね、ゼロに戻っちゃってます。これはね、結構多くのカメラがね、その問題に直面してるみたいなんですけどね。で、ワインダーを搭載してまして、単三電池で動くんですね。単三電池を内蔵することで、中古カメラで買うときにはね、単三電池使用機ということで、電池の液漏れをしてないかどうかね、チェックする必要がありますね。この単三電池使用のね、カメラはね、液漏れしてて、ね、ダメになってるカメラが非常に多いんですね。これ、こんな感じでね、ワインダーが、内蔵してましてね、自動給装で、オートフォーカスで結構簡単にね撮れる、でフラッシュも内蔵してますんで、光が足りない状況だとね、ファインダーの中に赤いランプがつきまして、フラッシュたけよっていう、ことになってくるんですね。で、最大の特徴はね、ハーフカメラなんですけども、横構図で撮れるんです。これね、うまいことなってまして、よいしょ、蓋を開けるとね分かるんですけども、はい、これね、縦給装っていうんですか、縦給装することによって、横構図を実現してます。普通に撮ってね、普通のハーフカメラはね、普通に撮ると縦構図になってしまうんですけど、こいつはちゃんとね、横構図で撮れるんですね。で、レンズがね、コニカヘキサノのね、24mm の F4、結構暗いレンズですけども、ハーフカメラでね、一般的なのはね、だいたい28mm ぐらいだと思うんですけども、これは結構ね、広角で撮れるようになってます。で、写真をね、作例、を紹介していくんですけども、今回ちょっとね、またカラーネガーフィルム、コダックゴールド200っていうフィルムで撮りました。これたくさん撮れるんでね、なんていうんですか、作例用の写真だけじゃもったいないんで、家族旅行とかにも使ったんで、カラーネガーフィルム入れたんですけども、撮った感じちょっと色がね、コダックのフィルムで撮った割には若干淡白かなっていう感じに感じます。なんかね、ちょっと露出がオーバー気味に撮れてるんじゃないかなって思うんですけども、レンズの性能が悪いっていうわけじゃなくて、多分若干オーバーに撮ってるんだと思いますね。ちょっとわかんないんですけど、シャッタースピードとか何も出ませんから、全部自動なんでね。で、レンズの性能はね、実に良くて、ハーフカメラの画質とは、思えない写真が撮れてますね。これ結構ね、見事な写真になってると思います。このカメラね、ハーフで撮れて、フィルムが今
高いんで、たくさん撮れるという意味ではね、すごいいいカメラなんだと思うんですけども、ちょっとね、弱い、脆弱な部分が結構あります。これね、プラスチックのカメラ、これ今ちょっとね、もうね、開閉機能がね、調子悪くなって、今ちょっと閉まんなくなってるんですけど、ちょっと苦戦してるんですけど、あ、閉まんないな。この間からね、ちょっとね、おかしくなった。あ、閉まった。蓋が今閉まりました。このね、これを引っ張って開くと撮影開始なんですけどね。で、ぼーっとしてるとね、これ、このフィルムの蓋をね、開けるボタンと間違えて、一回開けてしまいました。これなんかね、その、ロックが欲しかったですね、フィルムの蓋のところにね。これ簡単に、撮影するときはね、必ずこれを開けなきゃいけないんですけど、その作業と間違えて一回開けてしまいましたね。綺麗に撮れて、たくさん撮れるんですけども、欠点としてはちょっと、脆弱かなと。この周りのね、これ、いろんな色があるみたいですけど、これちょっとオレンジというか赤というか赤ですね。このカバーもね、ちょっと外れてきて、両面テープで付けたりとか、結構ね、いろいろ脆弱の部分があります。購入したい方はね、注意が必要です。荒っぽく扱ったりすると、多分すぐ壊れますよ。で、相場なんですけど、これハーフカメラのブームが去った後に多分ね、出た、ハーフカメラということで、あんま売れてないんですね。で、ほとんど玉がないんで、かなり高額になってます。もうね、官庁で備品とか言ったらね、2万とか3万の値段になってくるんじゃないかなと思いますんで、どちらかというと、例えばハードオフで店員さんがあまり知識がないようなお店で安く売られてたりとか、骨董屋さんでね、その知識がない骨董屋さんで安く売られてたりとか、そういうのを狙わないとちょっとものすごい高価なカメラになっていくんだと思いますね。はい。今日のね、カメラ紹介はこんな感じなんですけどね、これガンガン使いたい、映りもいいですし、ハーフでね、横構図で簡単に撮れるんでね、ガンガン使いたいんですけど、ちょっと脆弱でね、弱い部分があるんで、どうしようかなって考えるカメラでした。はい。今日のカメラ紹介はこんな感じになっていきます。ここからはね、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、ここからは視聴者様の作品紹介になってまいりますんですけども、実はね、もうね、14名の方が待機していまして、今日はね、全部紹介することできません。今後ね、ちょっとね、1週間に1回紹介できなくなっていくと思います、おそらく。でね、早速いきますよ。まず、一都市九さんの作品から。1枚目が河川敷。タイトル河川敷。2枚目が確か一級河川ということで、カメラはね、コニカ現場監督 28WB、イルフォード XP2 スーパー400で撮られており、モノクロの写真になりますけど、これね、1枚目も2枚目もね、素晴らしい作品ですね。河川敷の方がいいんですけど、タイトルがね、もう一つなんですよね。フォトコンテストとかではね、タイトルもね、写真の一部になって、作品の一部になってきます。で、特にこの2枚目の作品なんかね、確か一級河川っていうタイトルですけど、もっとかっこいいタイトルをつけたらね、これ、2枚ともコンテスト級の写真だと思うんですね。いい写真だと思いますね。一度しけさん、ちょっとタイトルをね、熟考していただければと思います。もっとね、いい作品になると思います。タイトルも作品の一部なんでね。はい、一都市九さんありがとうございます。次はね、ドリームロコモーティブさんの作品です。ドリームロコモーティブさん、今回はね、3枚組の写真で、タイトルが雪の日。カメラはね、ニコン F60、レンズニコン AF ズームニッコール2885 F3.5 から 4.5、コダックカラープラス200で、カラーネガを現像後、パソコンでネガポジ反転したということで、これね、特に1枚目が好きなんですけどね、この、傘を持って歩く人とね、ワイパーが動いてるね、車、
がこの同時に映ってる、これ最高にいい感じなんですけどね。3枚目がちょっと惜しかったですね。雪の日というタイトルにしては3枚目が惜しかったです。もう一工夫あればよかったという。1枚目2枚目はねすごく良かったんですけどね。ドリームロコモティブさんありがとうございます。組写真にね挑戦していただいてますね。組写真結構難しいんでね、挑戦してねのはいいことだと思いますんで、素晴らしいと思います。はい、次ね、刺身さんの作品を紹介します。刺身さん、カメラがねミノルタ XT、レンズが6×50mmF1.4、フィルムがねロモグラフィーの400カラーネガですね、で撮られているということで、これねロモらしい発色になってますね。もうちょっと穏やかっていうかね、なんて言うんだろうね、ちょっと癖のあるっていうか特徴的な発色をするフィルムですね。またこれ曇りの日に撮影したっぽいんで、そのロモのね発色の傾向がねさらに大げさっていうか大きく出てると思います。で6×50mmF1.4、これ絞りがいくつで撮られたのかわかんないんですけど、なかなかね解像度が高いね、作品になってると思います。刺身さんありがとうございました。次が夢旅人さんの作品です。夢旅人さん今回2枚、カメラがねキヤノンモデル L3、レンズがキヤノンレンズ 50mmF1.8、フィルムがねアクロス2ですね、富士フィルムのアクロス2で撮られてます。タイトルが1枚目が風車と点々点、2枚目がアイシャとツーショットということで、これねもうどちらもねものすごくいい写真になってます。ただね一都市九さんと同じでタイトルがもう一工夫欲しかった部分がありますね。風車と、まあまあこれでもいいんでしょうけども、もう一工夫あればね、これもコンテスト級の写真だと思いますよ多分。で2枚目はねバディット1200とね霊式観戦のねツーショットなんですけど、僕ならこれなんてつけるかな、昔と今っていうねテーマでタイトルをつけると思います。新旧比較とか、まあそんな感じでかっこ悪いですよね。それさえかっこ悪いですけど、バンディと1200で、10年以上の付き合いということで、いいバイク乗られてますね。揺れエンジンね、耐久性もあっていいと思います。まあバイクの形はどうでもいいですけど、ゆめたフィードさんありがとうございます。次がね桐山田さんの作品で、縦構図になりますね。タイトルが止まれよ、止まれよですね。カメラがソニーアルファ7-3、レンズがコニカヘキサの AR50mmF1.7、ISO100、F2.8、1600分の1ホワイトバランス太陽光で撮られているということで、桐山田さんね、名鉄の佐久駅ということで、愛知県なのかな、僕も愛知県にちょっとゆかりがある、愛知県というより三重県に一時住んでたんですけどね。これね縦構図でね非常にね迫力のある印象的な写真になってます。絞りもね開放でなく F2.8 に抑えることによって、会計ボケを作りながらねシャープの非常にシャープな写真になってますね。これなかなかの判断だと思います。これいい写真になってますね。はい、桐山田さんありがとうございます。次がイクオさんって言ったらいいかな、フルネームになっちゃうんでね全部読むとイクオさんの作品紹介。タイトルがね冬枯れの公園ということで2枚、カメラペンタックスの LX、 レンズがリコー XR リケノン 50mmF2、富岡工学製のやつですね。撮影時は絞り 5.6、 フィルムがね富士のネオパンアクロス2になりますね。これね1枚目も2枚目もねなかなかいいんですけども、特に1枚目、日光がね十分に、照らされるところで公園を撮られてるんですけども、この自転車に乗ってる人がもうちょっと大きかったら最高だったんですけどね。まあちょっとこれマニュアルフォーカスのカメラでまあ難しいといえば難しいんですけど、2枚目もね水面にね景色が反射されてね非常にねいい写真になってると思います。
はい、ね、郁夫さん、ありがとうございます。はい、今日はね、ここまで、今日の作品紹介ここまで、動画の時間がね、20分を超えるとね、ちょっと、あまりよろしくないということでね、20分以内に仕上げるようにね、ちょっと努力してるんですね。で、今回6名紹介してましたけど、今8名待機ということで、今から投稿してももう来週紹介されない可能性が出てきました。もうだんだんね、オーバーフローしていってるような状況で、もしかしたらね、コンテスト形式になっていくかもしれませんが、それだけはちょっとね、避けたいんで、あ、だんだん暗くなってきたな。それだけはちょっと避けたいんで、できればね、全員紹介していきたいんで、その紹介する回数が減っていくということになるんですけど、申し訳ないんですけどね。はい、で、次の動画なんですけども、オリンパスペンディの写真も取り上がってますし、なんだっけ、ミノルタの SRT101 でも撮影終了してるし、キャノンのイクシーの一眼レフカメラでも、取り上がってる。ちょっとどれ行くかわかんないんですけども、来週はね、その辺からネタで行こうと思ってます。はい、今日の動画はね、ここまでになってます。またね、来週の動画をお待ちくださいませ。で、この辺にね、チャンネル登録ボタンが出てくるんで、チャンネル登録まだの方は、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またリンクも出てきますんで、お暇な方はお付き合いくださいませ。はい、動画ね、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画までごきげんよう。さよなら。